やる気満々敵サコノカラが姿を現したようです。みんな聞け、みなさん、サコノカラが来ましたよ。みなさん元気ですか？みなさん元気ですか？ありがとうございます。今からこの会場にあるお菓子を私が奪いに行くわよ。よいしょ。敵サコノカラの性格は西野カラ本人と違い、非常に乱暴で意地悪です。大好きなお菓子を奪おうとする者がいれば何をされるか分かりません。子供たちは近づくことのないようにしてください。なおお菓子箱はレンジャー隊員が絶対に取り返しますので、応援をよろしくお願いします。ああ、お菓子がこんなにいっぱいある。今日はみんなのお菓子を全部私がいただきます。敵サコノカラが子供たちに配るはずのお菓子箱を独り占めしてしまいました。敵サコノカラから子供たちのお菓子を取り返せ。お菓子いただきます。屋上をご覧ください。隊長より命令を受けたレンジャー隊員7名が敵を退治するためロープを使用して降下します。行きませんからね。行ってあげよう。先に到着した隊員は敵タコのカラに見つからないように地上の警戒を行い、後から降りてくる隊員を支援します。じゃあお菓子いる人はじゃんけんしたいと思います。皆さん手を挙げてください。いいですか？じゃあ私、パー出しますんで皆さんチョキ出してください。いいですか？最初はグー、じゃんけんほい。次に降下する隊員は忍者のように降下します。悪者ね。いる？欲しい？欲しい？ゴミじゃないよ全然。屋上で警戒していた隊員も引き続き降下します。こっつけ、絶対軽いだろ。おかしい、欲しい人。サコノカラは意地悪です。おっと、ここでテンションが上がって上機嫌になった敵サコノカラがまた何かするようです。今日は皆さん暑い中お集まりいただきありがとうございました。お菓子は全部私がいただきます。この旅はこんな私を選んでくれてどうもありがとう。ご使用の前にこの取り扱い説明書をよく読んで、ずっと正しく優しく扱ってね。一点物に注意、返品交換は受け付けません。ご了承ください。ありがとうございました。もうテンション爆上げです。レンジャー部隊が4階ベランダに静かに降下し終わり、テンションを上げている敵サコノカラの退治に移る模様です。敵サコノカラの隙をついてレンジャー隊員が降下し、敵サコノカラを退治します。とことん付き合ってあげましょう。レンジャー隊員は各種武器または都市により近接戦闘を行います。さて今回はどのように退治するのでしょうか？おーっと、これは最新装備のイオン式ピコットハンマーだ。説明しよう。イオン式ピコピコハンマーとは自衛隊で装備されている最新鋭の近接武器である。空気圧式衝撃伸縮性機構を有し、超近距離戦闘、近距離戦闘に適した武器である。一度でも叩かれると気絶してしまうほどの攻撃力があるにもかかわらず、敵に対しての外傷、脳挫傷等の外敵内敵ダメージが出るという
法律的にも非常に優しい武器なのだ。さてピコピコハンマーでサコの殻を退治できるのでしょうか。私が一人でこんなはサコの殻は気絶してしまいました。レンジャー隊員がロープを取り出しました。一体何に使用するのでしょうか。レンジャー隊員はさまざまな結びを熟知しており、今回はスリングロープを使用し手錠結びでサコの殻を拘束します。敵サコの殻の退場を完了したレンジャー隊員は引き続き建物内が安全か確認します。あ、わかった。ここにね、あるからね、ここに着地するんです。突入のために支援している隊員の手榴弾の合図で連続で各階に突入します。あ、あれや、待って、バシンって入って、支援体制を取っていた隊員は引き続き地上まで降下し周囲の警戒に当たります。降下した隊員はサコの殻の宝箱が安全か確認します。4階で警戒を行っていた隊員2名も地上へ降下します。今度はさ、各階が安全かを確認した隊員が扉から出てきます。手にはお菓子箱を持っています。クリア。こちらレンジャー部隊、敵サコの殻より子供たちのお菓子箱を取り返した。任務終了、行きます。状況終了、整列。以上で相当訓練展示を終了します。訓練に参加した隊員を紹介します。向かって左より、レンジャー上島。レンジャー上島。レンジャー森真。レンジャー森真。レンジャー吉川。レンジャー吉川。レンジャー樋口。レンジャー樋口。レンジャー瀬野。レンジャー瀬野。レンジャー安岡。レンジャー安岡。レンジャー伊勢。レンジャー伊勢。レンジャー岡迫でした。レンジャー岡迫。我々はいかなる状況においても任務を遂行できるよう日々訓練に励んでおります。これからも応援をよろしくお願いします。敬礼。直れ。ただいまよりサコの殻から取り返したお菓子をレンジャー訓練展示を真剣な眼差しで見てくださったお子様方に配りたいと思います。先どうぞ。ご希望のお子様は誘導員の指示に従ってもらいに来てください。なお数には限りがありますので。